ね、そういうのはさ絶対ダメだよね、配信者として。ダメだよダメだよ。お前の生ポ万歳もどうかと思うぞ。だからやめとけ。はい、気をつけます。そうそうない話をするのが闇。そうそうあるけど振れ幅がありすぎる感じのワードじゃあ俺はソースは一応あるんだけれども、ちょっと盛りすぎる癖があるんだよ。ソースの話とソースのない話を織り混ぜるから盛るんだよね俺話を。よっさんが被災者のことボロカス言ったのにリスナー笑ってた。あそこのリスナーおかしい。あー、まあ配信者とリスナーよく似るっつうもんな。っていうことはだよ、っていうことはここの配信者とリスナーがそっくり理論っていうことは、ここの配信者はもう超イケメンだから、ちょ勝ち組しか集まらない放送だから、ね、ちょっと理屈っぽい彼女がいるリア充配信ですよここはやべえ、受け入れた、ちょっとだけ成長したな。まあまあ大好きな彼女の助言は受け入れていきますよ僕は。あなたはライター、あ、俺ね、そうなんだよ。俺多分ニコ生じゃなかったらジャーナリストやるよ。俺ね、留置所入ってたじゃん。その時に思ったのが、今回の逮捕のオレオレ詐欺の一連のことを出版社に売り込むか、オレオレ詐欺暴露本を書くか、生主でやるかで迷ったの。だから多分、出版社に売り込む方濃厚だったんだよ。ただ、楽しそうっていう快楽に負けてニコ生始めたの。端末、あ、末端か。中心に寄ってるよ、俺も。ああ、顔面が中心に寄ってる系男子か。女の子だったらね、シャシ可愛いんだけどね。女の子ってシャシ可愛いよね。なんか、ちょっと、内側に向いてる方が可愛いんだよ。男だとアホ面だからね、ただ。なんでだろうね。男のシャシってなんでこんな間抜けになるんだろうね。女の子のうちシャシ可愛いよね。俺好きだよ、女の子のうちシャシ。お前も寄り始めたんだ。映るの写真。出版業界おいで。行きたいけどね、どうやってコネを作るのかが全然わかんないわ、出版業界は。女のうち写真の可愛さは異常だよな。寄り目の可愛い子。いや、女の子ね、ちょっと寄り目なだけで可愛いよ。うち写真の芸能人で検索しようか。うち写真。内写真っていうのかな、写真。ちょっと検索するよ。芸能人、内写真。ちょっと待って、多分まとめかなんかにあるでしょ。俺は結構タイプな顔だね、うち写真は。うん、おやすみ、また来てね。あ、まあ、平野綾は有名だよね。この辺から見てこうか。目が真ん中に寄ってるのを内写しっていうんだけど、内写しっていうのかな、内写しっていうのかな。こういう顔なんだけど、まあ、これ典型的だよね。目が寄ってる。かわいいでしょ？まあ、目寄ってますよね。目が寄ってる。で、篠田麻里子も寄ってるよね。こっち側まっすぐ向いてんだけど、こっち側が寄ってるよね。うち写真の女の子、可愛いよね。ブスばっかりじゃねえかよ。ちょっと待てよ。もう、なんか、篠田麻里子まではわかるんだけど、モーニング娘。の端っこにいるやつとかさ、みそのとかさ、生き物係とかさ、ブスばっかりじゃねえかよ。俺がただブス戦なのがバレただけじゃねえかよ。三白眼はかっこいいよね。三白眼は。ブスばっかだわ。びっくりした。ミスソのなぜ飛ばした、知らねえよ。俺はもう内写しの女、あ、こういう、この子典型的な内写しだね。典型的な内写し。これくらい寄ってても可愛いと思うもん。俺多分これくらい寄ってるよね。ミソの好きなの。誰これ。
まあこういうのが写したし、うん、でもね、写真写りがいいって言われてる写真は、なんでかっていうとカメラ目線がずれるから、外に向いてる写真、論破ってるってやつでも芸能界向くって言われてる。写真映えがいいんだよ。ワドもっと寄ってる、マジで。あ、そっか、真央ちゃんも寄ってるか、面長で。なんだこれ、何も見て、なんだ、なんて読むんだろうこれ。郡司恭子、郡司恭子、郡司恭子。あー、そうだね、写し写しだね。うん、うん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 、本当だ本当だ、確かに。論破ってるのはきつくはないかな。のんたん結構ちょっと離れてる系だね、ちょっとね。あ、そうだね、屋敷隆人もそうだね。テリー伊藤がちょっと離れすぎてるけどね。うん、和道が寄る、あのね、疲れてる時だから、怒る時って当たってる。疲れれば疲れるほど俺寄るって言われてるから、なんか顔見たらすぐわかるって。疲れてる時内側に寄るんだって。で、疲れてるとイライラしてるじゃん。だから多分怒りっぽくなってるんだと思う。だからね、そう、和道の目が近くなれば近くなるほどイライラするっていう、その理論は当たってるんだよ。よく見抜いたな、それ。テリーさん直した。テリーさんの場合は、学生運動の時、透析で石投げられて、で、目の筋肉傷つけてずれちゃったの。だから保険聞いて治るっていう。なあ、治るんですかって。手術保険聞くならやりますよって言って、やりましょう番組でって言ってたよ。これで風俗いけますよって。さらに寄り目にするとやってみようか。いや、ウルトラマンかよ。タモリさんは片目失明してるね。うん。うん。うん。この空気をじゃねえよ。振るなよ。責任取れよ、振ったやつさ。お前らがやれ言うたんや、うん。そろそろ寝るわけじゃないけど、今日これくらいにしましょうか。朝方の放送増えると思うわ。なんか会社遅刻したくないから、もう夕方帰ってきて寝て、で朝方放送するから、深夜朝方の放送多分増えると思います、うん、よろしくお願いします、深夜帯のリスナーさん。え、ビートたけしってシャシか。あ、わかんない、ビートたけしは普通だと思ってたわ。よく見てみるわ、後で。あと10枠やんないっす。うん、いや、もう今日も仕事だから、このままなんか、洗濯物とか部屋片したりとかして、そのまま仕事行って、で夕方寝て、あ、土曜日はあれだ、土曜日オフ会だから放送ないかもね、うん、あ、事故の後からシャシになったんだ、知らなかったわ。ビートたけしかっこいいんだよな。なんか男ってさ、60代50代超えると顔のシワとかかっこいいよね、うん、早く、俺顔のシワあんまりない顔じゃん。だから、ほうれい線とか出したいんだよね。あのね、勝慎太郎がかっこいいんだよ。うん、俺ほんと勝慎太郎みたいな、顔のシワになりたいの。こういう顔。わかるかな？なかなか伝わらないんだけど、こういう眼力と、こういう、これやばくない？超かっこよくない？この闇将軍みたいな、このおでこのシワと、俺こういう顔できるようになりたいね。いいよね、高倉健とか三國連太郎とか、うん、いいよね。うん、また来てね、南海さん、うん、じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。